はいどうもサトキュンチャンネルです、えー、今回はですね、楽天市場で中古のパソコンを買ってきたんでご紹介したいと思います。えー、このパソコンですね、えー、お値段超安で、えー、4,980円だったかな、送料込みで、えー、買うことができました。 ただね、スペックの方があのお任せということで何が出てくるかは分からんのですけども、まあ、大体これくらいのスペックだよっていうふうなことを、ね、書いてあったんで、まあ、ちょっと買ってきました。その詳しい内容はちょっと忘れたんだけど、とりあえず Windows 10を搭載しているというところですね。で、まあ、ちょっとまあ細かい傷とかね、ここら辺とかにあったりとか、あとなんかちょっと 全体的に日焼けしてますね。こういうところのシールなんかもなんか、ちょっとなんか、あんまり綺麗ではないんですけども、まあ値段が安くてね、とりあえずこうやってパソコンが使えるんで、はい、まあいいかなというところでね。ここにちょっとファイルがありますけども、これはまあ保証書とか説明書がこの中に入ってますね。で、背面は、あまあこんな感じで、はい。えー、っと、まあコンセントとか、 これはまあスイッチですよね。これは多分ディスプレイにつなぐやつかな。あとは USB ポートは後ろに2つ。あとは専用のマウスキーボードを挿すとかあるんですけども、これはね、ちょっとまあ別設定なので、まあ、自分の持ってる USB キーボードを使おうかと思います。で、このまあパソコンっていうのは、これ本体だけなので、 えと別にですね、ディスプレイ、それからキーボード、マウス、と、あとはですね、プリンターとかね、ウェブカメラとか、あの外付けハードディスクとか、まあそういったのはまああったらいいと思うんですけども。 ま、最低限ディスプレイとマウスとモニターとスピーカーがあれば、あの、使えるかと思います。あとね、もう一点。うちのね、生活環境には、あの、優先欄のケーブルがないので、これを準備しておきました。この、これはバッファローの、えっと、超小型の無線欄、なんていうの無線欄呼吸かなはい。こっちが表か。はい。これを、まあ、あの、買っておきました。これはね、1000円ぐらいで売ってて、そんなに高くないですね。うん。 高いものといえばディスプレイがね、やっぱり1万円くらいするんで、まあ、それぐらいかなと思います。あとはほとんど1000円以内で買えるものばっかなんでね。はい。死、まあの子の言ってもしょうがないので、早速ですね、このパソコン、どんな感じか使ってみたいと思います。その後ね、調べてみたらスペックの方がわかりました、えーと。まずね、このパソコンのメーカーは富士通ですね。で、CPU の方がインテルコア2 d ュオ。 3GHz のクロック周波数になってて、メモリがね、2GB しかないんですよ。これ大丈夫かな普通、4とか8とか16とかないと結構厳しいと思うんだけどね。で、ストレージはあのハードディスクの 300GB です。まあ、これは価格なりといったとこですかね。で、OS が Windows 10の 32bit っていう、なんかねあの、昔のタブレットみたいなあの CPU になってますね。 まあまあ、パソコンに詳しい方だったらねまああのしょぶいスペックだなというのはご理解いただけたと思うんですけどもあの知らない方にとってはねんじゃそれって話になるんでまあしの子の言わずにですね、まあ、実際ねどんな使用感なんかを何かなのかっていうところをね今から動画にしていきたいと思います。はいってな感じでねいつもの掘った手らいに移動してきてます。はいこれは、まあ、いつもとねカメラアングルを逆にして写してますけれども。 はい、僕のこのパソコン環境、こんな感じですあ。キーボード出しちゃうかな、はい。キーボードと、はい、YouTube からもらったマウスパッドとね。はい、こんな感じになってまして、えーっと、まずディスプレイの説明からですね、はい。これはもう僕がもう前から使ってるですね。この、えー、っと、見えるかな。Io データのね、ディスプレイです。えー、っと、これ確かネット通販でね、すごくセールで買って、8980円で買ったやつかな。うん で、これはまあ HDMI 端子とスピーカーが付いてるんで、この値段なんだけど、あの、このパソコン使う場合ですね、あの、スピーカーも HDMI 端子もなくても使えるので、もっとね、中古とかだったら安く買えるんじゃないかな。まあ、4、5千円で売ってるところもあるかと思います。あの、そんなディスプレイでも多分いけると思いますね。はい。で、あとは、あまあ、これか、キーボードかな。はい、キーボード。これ以前 YouTube 動画にしましたけども。 1000円ぐらいで買いました。僕は有線が大好きなんで、有線キーボードでいいと思います。これ、Bluetooth 対応してないんじゃないかな、このパソコンね。で、マウスはあのダイソーの300円のマウスですね。それから、まあスピーカー。スピーカーもこれもダイソーで買った300円のスピーカーです。で、このね、スピーカーの出力はどこからやるかというと、ここでやってます。ここの正面にね、あのっ見えるかな。 ここにヘッドホン端子がついてるのでえ、ここからね、スピーカーを引き込んでます。この上にはマイク端子もあのついてますんで、まあ、この、なんていうのえっ、ー、と、ツイキャスとか、あと何だったっけスカイプとかね、ビデオ会議とかやるときに今こういうのが、ヘッドセットがあればいいと思います。これも1000円ぐらいで売ってます。そ、はい、んな高くないですね。<laughs> えっと、まあ、そんなところかな。あとは、 ああ、プリンターだ。はい、プリンター。普通はこう散らかったけどね。はい、キャノンの、えー、っと、これは何だったか。IP2700 だったかな。あの、Amazon で1000円で売ってました。<laughs> スキャン機能がついてないんでね、あの、めっちゃ安く買いましたね。はい。まあ、こんなんもまあ5000円ぐらい出せばなんか、買えんじゃないかな、うん。で、他にも、あ、あ、USB ハブね。はい、USB ハブ。これが500円ぐらいで買ったやつですね。うん。 そして、このバッファローの、はい、これが光ってますね。はい。これが無線断固吸ですね。えっ、ー、と、これで、まあ、インターネットに、えー、と接続しております。これまた後ほど説明しますけどね。で、あとね、入れたのはね、まあ、僕はまあ、アプリはこれぐらいです。はい。まずね、Chrome。あもうこれがないと死んじゃうから僕。Chrome 入れて、あとは画像加工ソフトの JTRIM ってやつ。これも無料で、あのフリーソフトであ,のあります。 で、このま,まハサミのマークのやつとかメモ帳とかは、この Windows の標準に入ってるアプリをここにピン止めしてるだけですね。あとはワードを入れました。はい、ワードを入れました。そしてここにカメラのアイコンがありますけど、これがね、ちょっとくせ者でした。はい、これまた後ほどお話ししますね。はい。でですね、まずは、あとネットの接続、あ、これいらねえわ。はい、これいらない、これいらない。はい、ネットの接続ね。えー ネットの接続ね、先ほど言ったこのバッファローの無線 LAN 呼吸ね。はい。これでまあネットに接続してるんですけども、一応ですね、えー、っと、まあ、iVideo の 900GB プランの SIM レンタルサービスで、えー、MR04LL の Wi-Fi ルーターで接続できました。それからですね、あとはこの、ここにあるけどね、スマートフォンのテザリングね。はい。ここの中には楽天モバイルの SIM が入ってます。 えー、これはファーウェイのバライト3ですけども、そのテザリングでもあの問題なくあの接続できました。ネットできました。はい。まあ、この辺はね、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、まあ、あの、4キュッパーのパソコンでも一応つながるんだよというところですね。はい。でですね、えっ、ー、と、ちょっとここからが大事ですね。あの、使用感です。使用感ね。はい。とりあえず僕はまあこのパソコンね、これで1日、あの、ちょっとこう、ざっくり使ってみたんですけれども、 あの割とあの普通に動きます。普通に、文書も作成できるし、ウェブサイトも見れるし、あ,あと画像加工をやったりとかね、そういったライトな使い方は大丈夫でしたね。ウェブブラウジングですね、Chrome を使って僕やってますけども、あとは、えっとね、YouTube はですね、1080p はだめでしたね。ちょっと ちょっとね、時々、かくつくときがあるんで、えっ、ー、と、720p だったらもう、あの、余裕で見れます。えっ、ー、と、ただですね、えー、そうですね、うんと、注意点としてはですね、あんまりね、やっぱり高度なものはなんか向いてないなというのは、ちょっとすぐにわかりましたね。えっ、ー、と、まあ、とりあえず、4980円で、まあ、電源入れて、まあ、文書作成できて、 画像もちょ,ちょっと加工できて、まあ、YouTube の管理とか、まあそういう用途はとりあえずあの普通にできます。あとはハードディスクはガリ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 。そんな言わないよね。まあこれさっきね、なんかちょっと作業してたら、まあガリ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 って言ってたけど、まあとりあえず今は、はい、落ち着いてますね。何もしてないからか。あ、ほら、ちょっと動いた。うん、はい。えっ、ー、と、そんな感じですかね。で、まあこれ、あの、重くなったら、 あの初期化すればまた使えますからね。今、Windows 10はあの中に入れたあのほらあのデータなんかはこのこれ消さずに初期化というかで再セットアップというかできますのでね。ただ、その都度ねアプリは入れ直さなきゃいけないんで、その手間がだけはちょっとね。えっと、それからですね、ちょっと気になった点をねお話しすると Google ストリートビューですね。これがね、ちょっと 最初のうちはね、軽快に動くんだけど、あの、だん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 重くなってきます。もうこのあたりはですね、あの、ちょっとポンコツかなと思うところで、もう今時、なんていうの、スマホでもね、Google ストリートビューって割と快適に動きますからね、その辺がちょっと残念かなというところ。うん で、あとは、あちょっと僕的に致命的なところは何かというとね、このウェブカメラ、このロジクールのウェブカメラがなぜか認識してくれないんだね。これは一応ひょっとしてたんだけど、一応ね、Windows 10なんだけどね、このパソコン自体はもっともっと古い世代のパソコンに Windows 10を入れてる関係で、それでね、動かないのかなっていうところがありますね。で、あとは、外付けハードディスク。はい、ここ、ここにね、いろんな大切なデータがあるんだけど、これをね、読み込んでくれないんですよ。いろいろやって、 いろいろ試したんだけどね、これはね、ちょっとダメでした。うん、サクッとさせ、あのね、なんか方法があるかもしれないんだけど、ちょっとそのままサクッとさせただけでは、あの、ダメでしたね、うん。あともう一つは、あの、パソコンをさ、スリープ、ありますよね、ここにあります。スリープ、スリープってあるよね、スリープ、スリープってあると、ありますけども、これスリープさせて、 再起動させたときに、この、このマウスね、マウス。マウスが認識してくれないんですよ。<laughs> それがちょっと不便かなと思って。で、その時はまは、このポートを差し替えることであの対応してる。USB ポートを差し替えるとね、また動くようになるというのがありました。ここがちょっとめんどくさいかなっていうところですかね。まあ、これはね、中古ならではの不具合なのか、そもそもの相性なのか、まあ、よくわかりません。まあ、何やともあれ、こういう細かい不具合は。 あるよとということです、まあ、さっきも言ったようにね、あのちょっと高度なものですよねあの。ストリートビューとかね、あとはなんかこうハイレベルなものとかね、うん、こういったのはちょっとね、苦手ですね。基本的にはメールとか文書作成とか、トリあの写真のトリミングとか、簡単な画像加工とかね、ライトの用とこれに関してはまあほぼ問題なく使えるかと思います。4キュッパーでもちゃんと動くじゃんっていう感じですよね、そのあたりはね。<laughs> でですね、あのまあ、僕は今回、あのまあ、動画のネタでね、こういう安い4980円のパソコンを買いましたがあの、もうちょっとハイレベルな作業をやりたい人はね、ちょっとだけ高い中古品を買えばいいと思うんですよ。新品だとね、10万円くらいかかっちゃうんだと、だけど、中古だと2、3万円くらいで購入できるんですよね。 はい。今、まあ、こんな感じですね。えっ、ー、と、まぁ、あ、例えば、19000円とか、32000円とか、1万円とかね、もうちょっと出せば、こう、スペックがちょっといいやつが、こう、買えるわけですね。迷ったらこれとか書いてありますけども、まぁ、あ、この 1TB、8GB のメモリがね、積んだパソコンが32,999円で買えちゃうわけですよ。はい。えぇ、ー、まあこれは、あれだ、ディスプレイ付きなのかな。はい。まあこういったのもあるんでね、うん、こういうのを買えば、まあ 幸せになななれるんじゃいいかなと思います、ねまあ、こちらのですね、URL に関しては、動画説明欄にねあの、貼っておきますので、興味のある方、チェックしてみてください。えー、おそらく僕の4980円パソコンよりは、えー、幸せになれる確率は高いと思います。 はい。まあ、てな感じでですね、今回は、ま、楽天市場でチコパソコンを買ってね、まあ、簡単な使用感レビューをやってみましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、これをね、しばらく、あのー、メイン機としてちょっとこう使ってみますんで、また今後ね、機会があれば、あの、使用感レポートなんかもやりたいと思います。あの、今回の動画がね、面白かったなと思ったら、ぜひ、えっ、ー、と、高評価、グッドボタンとチャンネル登録をポチッとね、よろしくお願いします。 ということで、さとちゅんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。